ブルーノ・ポンテコルボは、イタリアの原子核物理学者、初期のエンリコ・フェルミの助手であり、高エネルギー物理学、特にニュートリノに関する数多くの研究の創始者である。信念のある、共産主義者である、彼は、1950年ソ連に亡命し、そこで、ミュー粒子の崩壊やニュートリノに関する研究を続けた。巧妙なブルーノ・ポンテコルボ賞は、1995年に、 彼を記念して設立された。ポンテコルボは、イタリアの裕福な家庭の8人の子供の4番目で、ローマラサピエンツァ大学で、フェルミの下で物理学を学び、最年少のラガッツィリビア、パニスペルナとなった。1934年には、核分裂の発見につながった遅い中性子の特性を示すフェルミの有名な実験に参加した。彼は1934年に、 パリに移住し、そこで、イレーヌ、フレデリック・ジョリオ・キュリーのもとで研究を行った。いとこのエミリオ・セレーニに影響を受け、フランス共産党に、姉ジュリアナ、妹ローラ、弟ジ・リオと共に入った。イタリアのファシスト政権のユダヤ人に対する1938年民族法により、彼の家族はイタリアを去り、イギリス、フランス、米国へ向かうこととなった。 第二次世界大戦中、ドイツ軍がパリで包囲された時、ポンテコルボ、弟ジット、いとこのエミリオセレーニ、そしてサルバドールルリアは自転車で死から逃れた。彼は結局、タルサまで行き、そこで原子核物理に関する知見を石油と鉱物の探査に応用した。1943年にはカナダのモントリオール研究所で英国のチューブアロイズに入った。これは、 最初の原子爆弾を開発したマンハッタイ計画の一部となった。ジョークリバー研究所で彼は原子炉ジープの設計に従事した。ジープは1945年に臨海に達した米国外で最初の原子炉であり、その後には1947年の NRX 炉が続いた。彼は宇宙船、ミュー粒子の崩壊、そして 彼が執念を燃やすことになるニュートリノについても研究した。1949年に英国へ移り、そこではハーウェルの原子力エネルギー研究所で働いた。1950年にソ連に亡命した後はドゥブナの合同原子核研究所ジナーで働いた。彼はニュートリノを検出するために塩素を使うことを提案した。1959年の論文では、 電子ニュートリノとミューニュートリノが異なる粒子であることを主張した。太陽ニュートリノがホームステイク実験で検出されたが、その数は予測の3分の1から半分しかなかった。この太陽ニュートリノ問題に対して、彼はニュートリノ振動として知られる電子ニュートリノがミューニュートリノになる現象を提唱した。この現象の存在は最終的に1998年の スーパーカミオカンで実験によって証明された。また1958年には超新星爆発によって激しいニュートリノバーストが生じることも予測し、これは1987年に超新星 s n 1987AA がニュートリノ検出機によって検出されたことで確認された。ペスパルナ通りにあるローマ大学物理学研究所の中庭には似て、 1934年、頃、エンリコ・フェルミとラガッツ・イリビア、パニス・ペルナ。左から、オスカー・ダゴスティーノ、エミリオ・セグレ、エドアルド・アマルディ、フランコ・ラゼッティ、エンリコ・フェルミ。ポンテ・コルボが撮影した写真。ポンテ・コルボは8月22日にマリーナ・ディピサで、マッシモ・ポンテ・コルボと、彼の妻マリア・ネイ・マロニの8人の子供の4番目として生まれた。 1907年生まれのニーグイドは遺伝学者となった。1909年生まれの兄パウロは第二次世界大戦中レーダーに取り組むエンジニアになった。彼の姉ジュリアナは1911年に生まれた。弟のジドは1919 19年生まれでアルジェの戦いの監督として最もよく知られている。また1921年生まれのローラ、1924年の アンナという二人の妹、1926年生まれの弟ジョバンニがいた。彼の家庭は、イタリアの裕福な家庭で、マッシモは1000人以上を雇用する繊維工場を3つ所有していた。マッシモは、ユダヤ人だが、宗教的慣習に従わなかった。一方、マリアはプロテスタントで、キエーザイ・ーバンジェリカ・バレデスの一員だった。彼は工学を学ぶため、 ピサ大学に入学したが、2年後の1931年に物理学に転校することを決めた。ニーグイドの助言で、ローマラサピエンツァ大学で学ぶことを決めた。そこでは、エンリコ・フェルミが当時ローマ大学物理学研究所が、位置していた通りの名前にちなんで名付けられた、ラガッツリ・ビア・パニスペルナとして知られる、有望な若手研究者の集団を結集していた。 18歳の時には彼は物理学科の参加異性として認められた。フェルミはポンテコルボを自分の科学的キャリアで出会った中で科学的に最も聡明な男の一人と評した。最年少メンバーであったためグループでの彼の愛称は子犬を意味するクーチョロであった。1934年ポンテコルボは核分裂の発見につながった。 遅い中性子の特性を示すフェルミの有名な実験に参加した。ポンテコルボの名前はラガッツリビア、パニスペルナの特許、中性子衝突による人工放射能の増産に含まれた。彼は1934年1月に王立物理学研究所、そしてローマ大学で臨時の補助を行い、7月にはフェルミとラゼッティとともに遅い中性子に関する 歴史的な論文の共調者として、なお連ね、水素が重い元素よりも中性子を減速し、その減速された中性子をより吸収しやすいことを報告した。イタリアの特許は1935年に、フェルミ、ポンテコルボ、エドアルドアマルリ、フランコラゼッティ、エミリオセグレの名前で認められた。米国の特許は1940年7月2日付与された。 1936年2月に、ポンテコルボは、イタリアを去り、コレージュドフランスのイレーヌ、フレデリック・ジョリオ・キュリーの研究室で中性子のヨーコとの衝突の影響を及び、各異性体間の電磁繊維について研究するための1年間の奨学金を受けて、働くためパリに移転した。この時期に、いとこのエミリオ・セレーニの影響によって、彼は共産主義の思想を身につけ、 残りの人生において、これに忠実であり続けた。彼は、パリで何位として働く、スウェーデン人女性ヘレーネ・マリアンヌ・ノードブロムとの関係を築いた。マリアンヌとの関係のためか、閣位生態に関する興味深い仕事のためか、あるいは悪化するイタリアでの政治的立場のためか、彼は1937年に、ローマ大学での就寝の地位を得る機会を拒否して、 パリに滞在している。マリアンヌは1938年1月、ポンテコルボと共にプレイスジュパンシンのホテルでグランズ、オムに移った。彼らの息子ジルが7月30日に生まれた。彼女のビザが終了し、9月にスウェーデンに戻らなければならなかった。ポンテコルボはジルをパリの住宅保育園に預けて、彼女に同行した。単身パリへ戻り、 マンネ・シーグ・バーンと食事をし、ニール・ス・ボーア、リーゼ・マイトナーに会ったのが1938年10月12日である。ポンテコルボは、今やファシスト政権のユダヤ人に対する人種法令のためにイタリアへ戻ることはできなくなっていた。フェルミが米国に移動するとともにラガッツリ・ビア、パニスペルナが崩壊した。ポンテコルボの家族も、チリジリとなった。 グイドは1938年イギリスに移動した。1939年、ジョバンニ、ローラ、アンナがそれに続いた。一方、ジロはパリでポンテコルボに交流した。イブリー・シュル・セーヌにあるジョリオ・キュリーの研究室で、フランスの物理学者、アンドレ・ラザードとの共同研究により、ポンテコルボは、フレデリック・ジョリオ・キュリーが、原子核銀行と呼ぶ、中性子と陽子が冷気されて、 規定状態に戻る時に起きる X 線の放出を発見した。彼はまたいくつかの核異生態が放射性崩壊によって別の元素に変わらないことも発見した。これにより医療用における使用範囲が拡大した。この草分け的研究により、ポンテコルボはキュリー・カーネギー小学金及びフランス国立科学研究センターからの彼の研究に 対する資金提供を受けた。1939年6月、ポンテコルボはスウェーデンを訪れるためビザを申請したが、申請は拒否された。8月23日に独ソ不可侵条約のニュースが到来した。彼は翌日ソ連への個人的信頼の先生として、フランス共産党に加入した。マリアンヌは百三十九年九月六日、すなわちヨーロッパにおいて、 ドイツのポーランド侵攻を受けて、イギリス、フランスのドイツに対する宣戦線布告で、第二次世界大戦が開始した3日後に彼と再会した。彼らは1940年1月9日に結婚した。ドイツが市内で包囲された1940年5月、彼らはそこを去ることにした。イギリスは、ハンスフォン・ハルバン・やル・カウアースキーを含むフランスの 原子核科学者に対比するよう提案していたにも、かかわらず、彼らは、ポンテコルボを、望ましくないとみなしていた。幸いなことに、セグレは、タルサで中性子物理学の専門家を探していた二人の、ヨーロッパ移民から雇用の申し入れを受けた。セグレは申し入れを断ったが、ポンテコルボを推薦した。1940年6月2日、彼は、姉ジュリアナが、 夫のルッチョ・タベットと暮らすトゥールーズへ向かう電車に、火災と共に乗ったマリアンヌとジルを見送った。ドイツがパリに入る、ちょうど前日の6月13日、ポンテコルボ、弟実況、いとこのエミリオセレに、サルバドール・ルリアはトゥールーズに向けて自転車で出発した。彼らは、トゥールーズに到着するまでに10日を要した。ルリアは、マルセイユへ行き、 そこから最終的には米国へと向かった。ポンテコルボ、マリアンヌ、ジル、ジュリアナとタベットは1940年7月19日にマドリード系ユリスボン行きの電車に乗車した。両女性が妊娠していた。マリアンヌが流産し、長旅にはふさわしくない状態であったが、それでも1940年8月9日に亡命者を運び、米国へ航海する。 定期船クアンザに乗り込んだ。両女性は船酔いした。1940年8月19日、船はニューヨーク市に到着し、そこにアニパウロと共に滞在した。この間、レオニアのフェルミの新居を訪れた。タルサでポンテコルボは、スタンダードオイルの資金提供により、ウェルセルベイズという会社を創業した二人のヨーロッパ移民、ヤカウフ。 ジェイク・ニューフェルドとセルジュ・アリック・サンドロビッチ、スカーバツッコイの下で働きに行った。彼らのアイデアは原子核物理を鉱物探査に応用するというものだった。ガンマ戦争地は岩の露出部を解析することに成功していた。イタリア、フランスで行われた研究に刺激を受けて、彼らは中性子は電化を持たないため、岩石を放射化して地下の異なる元素を検出できるかもしれないと。 推論した。ポンテコルボは彼らが必要とする専門家であった。ポンテコルボは、ラガッツリビア、パニスペルナがそうしたように、ラジウムとベリリウムを用いて中性主源を作成し、パラフィンワックスを中性子源速剤とし、フェルミとアマルディが開発した手法を用いて異なる鉱物による吸収を測定した。1941年6月には、血眼、石灰岩。 砂岩を区別し、それらの間の変遷を特定することができる装置ができていた。この技術は遅い中性子が発見されて以来初めての実用的応用で数十年後にもなお喧騒に使われ続けているであろうと考えられている。彼はこの装置に関する4つの特許を出願した。1941年後半にはポンテコルボは 必要な放射性同位元素の確保に困難を抱えていた。彼の知らぬ間に原子爆弾を作る戦時運動、マンハッタイ計画によって買い占められていた。放射性同位元素を取得する試みで、1942年4月、ニューヨークで彼はフェルミ、ホン・ハルバン、ジョージ・プラシェックと会った。彼は欲しい供給を確保することはできなかったが、 フェルミはウェルズ・セルベイズの成果に予想外の強い関心を示した。フェルミとの会合で供給を得ることはできなかったが、結果としてポンテコルボはフォン・ハルバンとプラシェックからカナダ・モントリオール研究所のチューブ・アロイズチームに加わるよう申し入れを受けた。サー・エドワード・アップルトンは彼の任用に懸念を示した。これはポンテコルボの政治的信念のためではなく、彼が 英国籍ではなく、すでに多くの外国人研究者が、チューブアロイズで働いていたことが理由であった。ポンテコルボの評判が良く、良い物理学者が不足していたことから、アップルトンは最終的には説得された。ポンテコルボは1943年1月15日、チューブアロイズに正式に任命され、1943年2月7日に家族と共にモントリオールに到着した。 モントリオールチームは中性子原則材として、重水を用いた原子炉を設計していたが、重水の量が不足していた。1943年8月にチャーチルとルーズベルトがケベック協定を取り決め、その結果、米国と英国の連携が続行され、チューブアロイズはマンハッタイ計画に統合された。ジョンコック・クロフトが1944年に、 モントリオール研究所の所長となった。安全上の理由から彼は原子炉を人里離れたチョークリバー研究所に建設することにした。戦後の核計画の観点から彼はポンテコルボ・アーラン・何名メイから事実上、イギリスに対するスパイ活動としてカナダを訪れたマンハッタイ計画の研究者について報告を受けた。残念ながら何名メイもソ連のスパイであった。 ポンテコルボの次男が1944年3月20日生まれ、ユーゴスラビアの共産党指導者にちなんで地頭と名付けられた。三男のアントニオは1945年7月に生まれた。米国に供給された重水を用いてジープとして知られるチョークリバーにある原子炉が1945年9月5日に臨海に達した。原子炉の設計のほかポンテコルボは 宇宙船、ウ粒子の崩壊、そして執念を燃やすことになるニュートリノについても、研究した。原子炉の設計に関連する25の論文を書いたが、公表したのは2つのみであった。彼は、ウェルセルベイズと、ノースウエスト巡州、ポートラジウム近くのウラン交渉の探査も行った。1945年8月の終戦後、物理学者の需要は高まっており、ポンテコルボは、 米国のいくつかの大学から魅力的で利益のある申し入れがあった。しかし1946年2月21日、彼はコッククロフトからのイギリスの原子力研究所への誘いを受けた。差し当たり、1947年はチョークリバーでの新しい NRX 原子炉の職務を続けた。彼は NRX が1947年7月21から22日夜に始動した時に制御室にいた4人の物理学者のうちの1人であった。NRX は当時の他のあらゆる原子炉の5倍の中性言葉があり、世界で最も出力の大きい研究用原子炉であった。彼は2人の女性とボストンへ旅行したことから、俳優の名前にちなんで、ラモン・ノバロと、 あだなされた。これによりマリアンヌは銀行の預金口座を空にし、子供たちとバンフへ向かうことになったが、彼らは和解した。彼は以前は米国市民になるステップを踏んでいたにもかかわらず、その代わりに1948年2月7日に英国市民となった。彼は最終的に1949年1月24日に英国に向けて長クリバを去った。 ハーウェルでは、ポンテコルボは、原子炉の設計プロジェクトに携わり続けた。パワーステアリングコミッティの一員として、核分裂性物質の製造と利用そして、原子炉の建造に用いられる物質に関する議論に参加した。1949年、他のラガッツィリビア、パニスペルナ、特にエミリオセグレが、原子炉や核兵器の設計の肝になる。 遅い中性子の挙動に関する特許について主張を始めた。そのため、アメリカ連邦捜査局は彼らの経歴を調べ始めた。この結果、1943年のマイハッタイ計画の書類から、ポンテコルボの兄弟、ジュリアナ・ローラ・ジルロは共産主義者で、ポンテコルボとマリアンヌもおそらく共産主義者であることがわかり、 英国の見事はシントン DC に行った魅力のキム・フィルビーに報告された。1950年2月、ポンテコルボのハーウェルでの同僚クラウス・フックスがスパイ活動により逮捕されたのを受けて、アエレはセキュリティをより厳重にし始め、ポンテコルボはアエレのセキュリティ職員ヘンリー・アーノルドによる面談を受けた。アーノルドはポンテコルボが ソビエトのスパイであるという証拠を持っていなかったものの、彼がセキュリティリスクであると強く感じ、上位の機密事項にアクセスできない地位に移動させることを推奨した。ハーバート・スキナーは、ポンテコルボにリバプール大学で新設された教授の職に志願することを提案した。1950年6月、ポンテコルボはその地位を提示された。1950年9月1日、 イタリアの休暇の中頃、ポンテコルボは、友人闇討ちに知らせることなく、突然祭祀と共に、ローマからストックホルムへ飛んだ。9月2日に、ソビエトのエージェントの助けで、フィンランドからソ連に入国した。ポンテコルボとマリアンヌは、ソ連、フィンランド、スウェーデンによって、正規のパスポートなしで行くことを許されたが、彼の、突然の失踪に、多くの西側の情報機関、 特に、これらの国への核機密の漏洩を恐れた英国、カナダ、米国は強い懸念を示した。1952年、ポンテコルボがロシアに核機密を渡す可能性についてアメリカの新聞で議論された。亡命した KGB 職員の中で最高位のオーレグ・ゴーディルスキーと以前ソ連への外国知識人の誘導役だったパベル・スドプラトフによると、ポンテコルボは ソ連のスパイだった。しかしながら、スド・プラトフは、ポンテコルボをマラットのコードネームをつけられ、今日セオドアホールとして知られるスパイと誤認していた。ポンテコルボは、カナダ、英国、ソ連における核兵器開発への従事を常に否定したものの、彼は自分がスパイだったことを証明することも否定することもなかった。実際の彼に不利な証拠は脆いものだった。 フランク・クローズは、カナダの NRX 原子炉の設計図がソ連に渡り、ローナ公園が1947年の稼働後に、ウラン資料を NRX から得ていることに気づいた。ナウイは犯人たり得なかったので、ポンテコルボが第一容疑者であった。USSR で、ポンテコルボは名誉と共に歓迎され、ソビエトのノーメンクラトゥーラのみに確保される数多くの特権を与えられた。 彼は残りの生涯、ドゥブナにある現在のドゥブナ合同原子核研究所で勤めた。そこでは完全に高エネルギー粒子の理論的な研究に集中し、ニュートリノとミュー粒子崩壊の研究を続けた。彼の研究が認められ、1953年にソビエト連邦国家賞を授与され、1955年にソビエト連邦共産党そして1958年に、 ソビート科学アカデミーの会員となり、二つの、霊人勲章を授与された。1964年には、弱い相互作用に関する業績に対して、霊人賞を授与された。彼は1950年に、詩人、ミハイル・アーカドヤビッチ・ソビドロブの妻、ローダム・ワミラダ・スビーと一生の仕事を始めた。1955年に彼は、公の場に姿を見せ、西側を去り、 ソ連で働くことを選んだ動機を世界に説明する記者会見を行った。結果として英国は彼の市民権を1955年5月24日に取り消した。ポンテコルボは長年ソ連を離れることを許されなかった。彼が初めて国外に出たのは1978年でアマルディの70歳の誕生日を祝うためにイタリアに行った。その後は頻繁に イタリアに行き、時折他の国へも行った。フランスは1982年と1984年に彼が訪れることを拒否したが、1989年に緩和された。ポンテコルボの科学的業績は非常に優れた直感に満ちており、いくつかは現代物理学の画期的な出来事を象徴するものであった。その多くはニュートリノに関するものであった。 ニュートリノは、ベータ崩壊で放出される検出されないエネルギーを、エネルギー保存の法則を破らないで説明するために、1930年に、ボルフガング・パウリによって、最初に、理論的に提唱された、暗ゲン原子粒子である。フェルミがイタリア語で、小さい中性のものを意味するの名を付けた、そして1934年に、原子核から放出される電子は中性子の陽子電子。 ニュートリノへの崩壊によって生成されることを説明するベータ崩壊の理論を提唱した。はじめはニュートリノは検出不可能であると考えられていたが、1945年にポンテコルボはニュートリノの衝突によって塩素の原子核が不安定なアルゴンマイナス37に転換され、34日の半減期で、 軽軌道電子捕獲反応の後、2.8ケブのオージェ、電子を放出することで直接検出できることに気づいた、ハップル宇宙望遠鏡を通して見た、超新星 SN1987A ポンテコルボの1945年の論文は4塩化炭素を使うアイデアを、フランスの物理学者ジュールズ・ガランによるものだとしている。ジョークリバーで NRX を ニュートリノ源として実験が実施されたが失敗し、ポンテコルボが去った後、1949年に中止された。当時知られていなかったが、原子核反応で生成されるのが、ニュートリノではなく反ニュートリノであるため、実験は失敗していた。現在カワンライネスニュートリノ実験として知られる実験で、フレデリック・ライネスとクライド・カワンが1955年に、 反ニュートリノを検出し、その功績により1995年にノーベル物理学賞を受賞した。このアイデアは太陽ニュートリノ探索で再度取り上げられた。理論上、太陽は各融合反応の結果としてニュートリノを生成する。ポンテコルボンはこのアイデアについてモーリス・プライスによるものだとしている。最も一般的な水素が融合してヘリウムを形成する横。 陽子連鎖反応で生成されるニュートリノは塩素と相互作用するのに十分なエネルギーを持っていない。しかしながらそれほど一般的ではない炭素、窒素、酸素を生成する区のサイクルでは十分なエネルギーのニュートリノが生成される。1960年代後半にレイモンド・デイビスとジョン・バー・コールはホームステイク実験で太陽ニュートリノを検出し、 デイビスはこの功績で2002年にノーベル物理学賞を受賞している。この実験は初めて太陽ニュートリノを検出し数えることに成功したが、検出されたニュートリノの数は予測された数の3分の1から半分であった。これは太陽ニュートリノ問題となった。一時の間、科学者は太陽が燃え尽きているかもしれないという恐ろしい可能性を考えていた。 この問題は1968年にポンテコルボによってすでに解決されている。1959年に大強度の加速器が設計され、彼はこれを使ってできる実験を考え始めた。彼はミュウ粒子を研究する計画を考えた。ジュリアン・シューインガーは素粒子が W ボソンを交換することによって弱い相互作用を行うのではないかと予測した。 W. ボソンは1983年まで発見されなかったが、問題が直ちに表面化した。ジェラルド・ファインバーグはこれは観測されたことのない、何らかの相互作用が起きていることを示唆していることを指摘したが、これは電子に関係するニュートリノとミュー粒子に関するニュートリノが同じでなければあり得ないと認めた。1959年の論文で、ポンテコルボは、 電子ニュートリノとミュウニュートリノが同一でなければ起こり得ない21の相互作用を列挙した。この論文で今日我々が用いるニュートリノの表記を導入し、彼が2種類のニュートリノが対称性と素粒子の分類の観点から興味深いと感じる理由を列挙した。電子に関連するニュートリノがミュー粒子に関連するニュートリノと異なることが1962年に確かめられた。 1988年に、ジャック・シュタイン・バーガー、レオン・レーダーマン、そしてメルビン・シュワーツは、ミューニュートリノ発見の功績により、ノーベル物理学賞を受賞した。シモテロ・アキャトターリ・コディ・ローマにあるポンテコルボの墓、ポンテコルボの太陽ニュートリノ問題の解決は、彼が1957年に最初に考え、その50年以上発展させたアイデアに関連していた。それは、 ニュートリノは他の種類のニュートリノに変化するかもしれないというアイデアでニュートリノ振動として知られている現象である。太陽と地球の間のどこかで電子ニュートリノはミューニュートリノに変化するかもしれない。重要なのはこれが起きるためにはニュートリノの質量がゼロであってはならず、そのため高速で移動することはできないということである。ニュートリノ振動の存在は 最終的に1998年のスーパーミオカンデ実験によって立証され、後に他の実験で追認された。この予測はニュートリノが質量を持つことを示す、ニュートリノ振動の発見に対して、カジタ・タカアキとアーサー・ビー・マクドナルドに授与された2015年のノーベル物理学賞によって認められた。ポンテコルボは超新星が激しいニュートリノバーストを、 生み出すことも1958年に予測していた。少数の科学者は SN1987A がニュートリノ検出器で検出された時より興奮した。1993年9月24日にポンテコルボはドゥブナでパーキンソン病に苦しみ亡くなった。彼の希望に沿って異界の半分はローマのプロテスタント共同墓地にもう半分はロシアのドゥブナに埋められた。 1995年、彼の科学的功績を認め、巧妙なポンテコルボ賞が、ドゥブナ合同原子核研究所によって設立された。この賞は年に一度、国際科学コミュニティに受け入れられている、素粒子物理学で最も重要な研究を認めて、個人の科学者に授与される。2006年に、モスクワの歴史ソサイエティモスカルプログは、トゥベルスカヤ通り地にあるポンテコルボのモスクワの、 家を称える芸術的名盤を発表した。ありがとうございます。